ばならぬ相手がいる。拙者の後継ぎ影の人斬りとなった獅子王誠が国を脅かしています。国取りを開始するぞ。奴が国を取れば多くの人が苦しむことになる。日本の未来はあなたのその権利。奴はまだ生きてる。命が惜しければ奴を探し出して民衆の前で晒し首にしろ。やめて。最終局面だ。俺はお前を倒すために全てを捨ててきた。生きてさえいてくれれば絶対に直してあげるから。イライラするな。お前の命も一人の人間の命。もっと楽しませろ。流浪に献身伝説の最後編。